マルティーニ・マルティーニ・エロッシは、イタリアの種類製造会社。ベルモットやスプマンテを製造している。マルティーニは、世界的に有名なベルモットのブランドとなっている。1800年代中頃、イタリア・ピエモンテ地方にあるトリノで、アレッサンドロ・マルティーニ、ルイージ・ロッシ、テオフィロ・ソーラの3人により創業された。1993年に、ラムシュで有名なバカルディ社と合併し、 アカルディ・マルティーニ社となる。1840年、イタリアの鳥の地方の4人のワイン生産者、クレメンテ・ミカエル、カルロレ、カルロリ、カルロ・アニエリ、カルロ・アニエリ、エリジオ・バウディーノが、共同で、ワインやリキュール、ベルモット等を販売するディスティラリーア、ナチオナレ・ディスピリト・ディビノ社を設立した。1850年、後のマルティーニ社を担う3人が、ディスティラリーア、 夏ヨなれ者に加わる。アニエ、リ一家からワイン畑を買った、アレサンドロ・マルティーニ、ケー担当テオフィロ・ソーラ、ベルモットのレシピを開発したルイージ・ロッシの3人である。1860年にレが亡くなり、1863年に、ミカエルが退職した後、権限を得た、マルティーニ、ソーラ、ロッシの3人は、会社の名前をマルティーニ、ソーラ &CIA 社と変更する。 その後、本社及び工場を、ジェノバの港に直結する道沿いにあるペッシオネに、移し、ベルモットの国際展開を始める。1879年にテオフィロソーラが亡くなる。その息子らは残された株式をマルティーニとロッシに、譲渡し、社名は、マルティーニへロッシ社と変更された。20世紀初頭までの間、マルティーニへロッシ社は、ロッシのレシピによるベルモットや、 新たに開発したスパークリングワインをアメリカやヨーロッパ中に輸出し一大ブランドとなる。1905年には創業者アレッサンドロ・マルティーニが亡くなり、マルティーニへロッシシ社はルイージ・ロッシの4人の息子が受け継ぐ。第二次世界大戦後、マルティーニへロッシ社は次々と洋酒メーカー、ブランドを買収し、一大洋酒グループと変貌する。 1960年に、リキュールのサンラファエル。1966年、ポートワインのオフリー。1971年、フレンチベルモットのノイリー・プラット。1988年リキュールのベネディクティン。1991年コニャックのオタールを、それぞれ買収する。そして、1992年、同様に、一大洋酒グループとなっていたバカルギ社に買収され。 バカルディ・マルティーニ社となる。屋外看板やポスター、雑誌広告など様々な媒体を使った広告活動を古くから行っている。また、下記のように、モータースポーツへのスポンサーも積極的に行っているほか、ジョージ・クルーニーなどの人気俳優を起用したテレビ CM なども制作している。マルティニ・ストライプ・マルティニ・ストライプ、マルティニ・レーシングを通じ、 モータースポーツにも世界選手権から国内選手権まで積極的に参加している。白地に赤と水色と紺のラインが引かれたマルティーニストライプのカラーリングが有名。1968年マルティーニエロッシュ社のドイツ支部がニュルブルクリンク 1000km レースでプライベートチームを支援したのがマルティーニレーシングの始まり。最初は マルティーニドイツ支社とビジネス関係にあった人物が、友人のドライバーを財政支援しただけのものだったが、ポルシェ907の好調ぶりを見るにつけ、同社は、スポンサーとして、モータースポーツ界で活動するようになる。ポルシェ917や936などで、ルマンにおいて優勝などの好成績を残しその、カラーリングを知らしめた。 F1 には1972年から1973年に参戦したテクノのスポンサーとして参入。1975年から77年までブラバム、1979年にロータスなど当時のトップチームのメインスポンサーとなっている。しかし成績低迷によりロータスと決別後ラリー選手権へのスポンサードを開始した。 1980年代にはランチアへのスポンサーを開始し、グレーン5のベータモンテカルロに始まり、プロトタイプレーシングカーでは、LC1 と LC2、また WRC では037ラリーやデルタ、デルタ S4、デルタ 1F インテグラーレなどに栄光をもたらした。この頃には、エアロバティック、パワーボートへも、積極的にチームを結成し活動している。また、 ツーリングカー選手権におけるアルファロメオ155では1992年の CCIS1993 年の DTM1994 年の BTCC において年間タイトルを獲得。1999年から2002年まではフォードのフォーカスをスポンサーした。2006年からフェラーリ F1 チームの公式スポンサーとなった。 ただし車体はこれまで通り赤い今まで、車体にロゴステッカーが貼られるのみであった。また、2012年、ポルシェのテスト車においても1970年代のポルシェスポンサーのメモリアルとして、継続支援を受けておりこういった形の早い、テスト段階での契約も存在する。2014年より、ウィリアムズ F1 のメインスポンサーとなり、 8年ぶりに F1 チームのスポンサーとして復活することになった。なおロータスをスポンサーして、以来のマシン全体にカラーリングが施される形となる上に、チーム名にもブランド名が入る形となる。2014年、ポルシェはルマン復活を記念して、911カレーライスをマルティーニストライプに仕上げた、マルティニレーシングエディションを発売した。 マルティーニレーシングエディションは世界限定80台、日本限定15台のみの生産。ヨーロッパの一部、日本、中国、及びラテンアメリカ市場でのみ販売された。戦術のテスト車以外にもポルシェは911のカップカーをマルティーニストライプで飾っており、スポンサーを受けていない現在でもポルシェとマルティーニには縁がある。ありがとうございます。